浜田すぐるの俺には仲間と歌がある。ご機嫌いかがですか。レンズフィルムプレゼンツ浜田すぐるの俺には仲間と歌がある、パーソナリティの浜田すぐるです。アシスタントのサイレンジ康弘です。この番組は浜田すぐるの俳優活動、ミュージシャン活動の日々、現場のエピソードや楽しいおしゃべり、そしてここでしか聞けない話などを30分間楽しくお届けしていく番組です。はい、というわけですね、今週も始まってまいりましたけれども、レンちゃんに言われたけれどさ、はい、何でしょう。平田さんのラジオ、はい、面白いね。あ、そうですね、あの、平田博明さんがね、あの毎年これ恒例なんですけど、583系月光の旅、いやー面白いし、はい、俳優として、はい、ミュージシャンとして、はい、ためになる話満載ですよ。なんかね、養成所の話とかね、うん、いっぱい出てきて、はい、さ、平田さんさ、座長さ、はい、あんまりダンスやってなかったってことなんだけど、はい、俺勝手にね、座長ってすごいモダンジャズとかクラシックとか、はい、クラシックバレエとかやってたのかなと思ってたんで、お、天才なのかな。なんかすくっていうかさ、スラって立ってるのってさ、うん、なんかすごいダンスやってた人なんじゃないかなって、これ勝手に思ってた。センスですね、きっとね。まあね、まあ、あれだけね、こう、まあ、第一線で活躍されてる方はね、そこら辺のバランス感覚っていうのはいいんじゃないんでしょうかね。まあ俺たちもね、はい、暴走していくっていうことに関してはね、センスがあると思うんでね、はい、あのギリギリのところですよね。今週もガンガン行こうと思ってるんですけれども、はい、というわけですね、今週もお送りしていくんですけれども、はい、今週はですね、なんと素敵なゲストにお越しいただいております。はい、それではお呼びしましょう。チェチェさんです。どうも、チェチェです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、あの早速なんですけれども、はい、ちょっとここで1曲聴いてもらいましょうかね。じゃあ曲の方紹介を。はい、10月23日にデジタル限定シングル配信いたしました。聴いてください。イエーイ、チェキラー。今日はようこそ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、お呼びいただきまして、まず自己紹介からお願いします。はい、チェチェです。都内等でですね、ライブハウスやクラブで活動しております。はい短っだいぶシンプルな感じですねなるほど。あ、でこれあれですね、先ほどもちらっとおっしゃってたんですけど、10月23日に、はい、リリースされたばかりの、はい、これイエエエイエエエです。これあのアルファベットでね書くとイエに EE が2つ並んでるんで、おこれ最初これどうやって呼ぶのか分かんなかったんですけど、ね、皆さんの中でおっしゃるので、はい、もう私は強調していつもイエエエです。なるほど、イエエエね。はい、というわけですね、まあ、今週はですね、はい、チェチェさんをお迎えしてお送りしてるんですけれども、はい、これまあ、僕からしたらですね、結構唐突なんですよ。なんか今まで、はい、ゲストにお越しいただいてた方とかって結構役者の方が多かったじゃないですか、はいはいはい、でミュージシャンの方でもこう結構 いかついというか、あ、はいはいはいね、ロックな感じで、この今ねチェデさんのこうサウンド聞いたらとってもチャーミングだよ ね、うん、ありがとうございます。なのでこれ
どういったこうつながりなのかななんていうのも、まあ本来は某、うん、某養成所で、そうです ねこう一緒に某養成所、某養成所で、はい、あの歌のレッスンとか、ええ、ダンスのレッスンとか、はい、やってたわけですよね。そうです。なるほど、うん、結構な長い付き合いなんですかね。なんかね、なんだかんだで、なんだかんだで長いよね、うん、はい、そう、約8年ぐらい、うん、そうです ねおそうから辞めてしまって、うん、ね、しばらくお会いしてなかったんですが、うん、まあ、うん、街でたまたまね会った時には去年去年、うん、なんかこう終電ぐらいでさ、うんうん、はい、家に帰ってきたんですよ、駅に着いたんですよ、そうしたらなんか路地でさ金髪の人が しゃがんで隠れてるさ隠れてないですけど、隠れてる、隠れてるっていうか隠れんぼしてたじゃん、うん、あ、そうかも、いや、ね、隠れてたじゃん隠れんぼはしてないですけど、まあなんかちょっとコソコソしてたんですよ、うん、なんか隠れてて、うん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 、何やってんだろうと思って見たら、うん、チェチェさんで、ほう、おおみたいななるほど、まあじゃあまあそんなわけでまあどういう話の展開なんだろうかとか思いながら、まあでもちょっと今日はね音楽談義みたいなね話をね、うん、していけたらと思うんですけど、まあチェチェさんがねその音楽をそのなんていうんですかね、まあその昔のその浜ちゃんとのつながりもあると思うんですけど、はい、シンガーソングライターと言っていいんですかね、まあ歌詞を、はい、自分で書いたりだったりとか、はい、メロディーも作ってみたりだったりとか、はい、まあ、あのオケシンガーなので、あはは は, はい、いや、あの楽器を、でもそれはシンガー、うん、シンガーソングライターだよ、そうですね、じゃあシンガーソングライターのチェチェです、おーはいこう自分で例えば、はい、作曲するときって、はい、なんかこうコンセプトとかどういうふうに絞っていきます、まあ結構、うん、まあ友達と一緒にお酒を飲んでたりだったりとかするときにいろんな、まあ、話を聞くわけで、もう、はいはいはい、相談乗っているさなか、もうメモですよね実際に書かないですけど、なんかもう記憶して、あで、もう友達も、あ、もう今日は話聞いてくれてありがとう、うん、こちらこそネタくれてありがとうじゃないですけどそういう感じ、じゃあやや歌詞選考だ、わりかしそうですね。で、聞いた話をもうリアルな話からどんどんこう自分の中で広げてったり、自分の意見だったりとか出来事もこう重ね合わせたりとかして、あ、まあいろいろ楽しい時間だったりとか恋愛だったりとか、あ、まあ、うん、いろんな曲が、やや歌詞選考、俺はなんか曲から作っちゃうから、はい、オケから作ってそれにハマるように歌詞書いていくから、はい、順番で言うと逆なタイプですよね。まあでもそういう時もあるんですけど、割とここのところは歌詞が先、ある程度まあテーマもあってそれに沿って作っていったり、まあいろいろですかね。そっか、うん、どうですかね、なんかこう最近の何がこうかっこいいとか、これがいい音とか、結構いろいろ好きなんで、もうこれっていうのはもうなくて、もう聞いてて、あ、この曲のここがいいとか、音がここ好きとか、なんか聞いてくうちになんかこう自分もどんどんこう組み合わせてってこういう曲作りたいなとか、気持ちになりますけどね。どうですか、一番影響を受けたというか、なんかその、うん、もう最初は、うん、ロックから入りました。私実はあれ、俺全然むしろダンサブルなものが好きなんだじゃないかなって。でもロックですよ。そうなんですか。そうなんだ、実はあれ、そうなんですか、超意外な感じがしました、ね、本当は、うん、ね、うんうんうん、そうなんですよ。ロックはどんなの好きなんですか。ロック、まあ、高校生の時とかは、うん、はい、まあ、自分も文化祭とかでコピーしたりとかあったんで、うん、はいはい、シャカラビッツさん、あ、ちょうどメロコア、うんうんうん、世代で、
そう。なるほどね。え、それその時も歌？ギターでした。おお。あ、楽器ギターですか。実はでも、うん、そんなもうできるってことだ、うん、ね、ね、もうこのお二方の前でそのギターやってますなんても言えないんで。いや俺の話させて。ギターなんだけど、うん、ギターなんだけど、はい、俺ギターって一応さ、こうバンドのメンバーとミーティングするためにギター持ってたんだけど、はい、ギター弾けなかったんだけど、はい、予算がないから浜ちゃんギター弾いてってレンちゃんにプレッシャーかけられて、俺2ヶ月ぐらいでギター弾けるようになっちゃってさ。コードとかも全然、まあ自分なりの解釈はあるんだけれども、まあ大体あの、うん、この辺こう押さえとけば、まあこの辺押さえとけば、うん、ね、まあ明るいのと暗いのぐらいしか ね、うん、テンションコードは俺弾いてねえから。まあ弾いてんの？いや弾いてると思いますけど、まあてそうですね。まあでも結構シンプルなコードではありますけど、リフをねちゃんと弾いててっていう、うんうん、どこあのそれも完全なる誤解なんですよ。僕はあの浜ちゃんギター弾けると思ってて、で弾けるんだったら弾けばいいじゃないって言ったつもりが、なんかギター弾けないのに予算がないからお前が弾くべきであろうみたいな。べきであろう。そんなだ、俺毎日もうギター家帰ってギター小僧みたいな、毎日毎日レコーディングのためにギター弾いて、そんなことやってるとつゆも知らず、あのもう普通にギター弾けるもんだと思ったから、そのまあ割とベーシストの方であのギターから入る人とかも多いじゃないですか。はい、あの最初はギターやってたんだけど、そのメンバーがね、そのベースいないからたまたまベース弾いたらベーシストになっちゃったとか、うんうん、そういう人が多いんで、まあ、そういう流れもあって、まあ、逆にねそのベーシストが曲作るときにギターも一緒に弾いてあの曲として成立してこうバンドに持っていくとかっていうのもよくある話なんで、うんうんうん、まあ浜ちゃんも、ね、ギターも持ってるって言ってたし、はい、なんかベースもこうねなんせプロフェッショナルでやってたからやってるからね、その、まあ、ギターも楽勝だろうと思って、で実際だって弾いてきたからね、ちゃんとね2ヶ月で、そうだから、うんうん、そうだ、まあサイレンジに才能を伸ばしてもらった感じですよ、うん、いやまあそんな感じだった、まあ、おかげでね一、はい、人でずっと撮っててね、すっごいねなんかこう、うん、あの大変だし、うん、早く撮り終わらないでね ご機嫌いかがですか？浜田卓です。ドラマ熱血紅白にお君の第1話と第2話が現在ギャオにて期間限定で無料配信中です。今日は特別ゲストとして太陽学園のみすずさんをお迎えしています。あたいの出ている熱血紅白にお君よろしくね。ではクニオくんもビクトリじゃあ結構サウンド的にはもう本当にギターがね、うん、ガンガンに出たような音みたいで、余計な音が入ってない感じ、うん、余計って言ったらあれですけど、っていうのも好きで、だんだんなんかこう、うん、そっから変化して、うん、今ね、あの、うん、ミクスチャーだったりとか、16ビートのロックだったりとか、うんうん、でもミクスチャーも行く感じなんですね。結構だんだんそうですね、スリップノートとかも。ああ、そうか。ハードな方行くんだ。え、じゃあ今でも聴いてる音的には結構そっち寄りだったりとか。結構いろんな iPod とか見ると幅広いですね。あ、本当ですか。すごいね。もうあ、でもそういうジャンルの音とかっていうのは今自分ではやってるわけではないですよね。そうですね、もうカラオケ行ったら絶対歌ってますけど。歌うのはね。なるほど。カラオケ何歌う？あ、でも椎名林檎さんとかすごい。はい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 。だいぶやっぱり小中高で。はいはいはい、あ、小中高でだいぶ影響を受けました。なるほど。浜田は小学校の時は泳げたいやきくんかな。だ、まあでもそんなことをそんな話を聞いたらなんかギター持って歌っててもおかしくないんじゃないかなみたいなね感じがするんですけどね。うん、
構やりたい、うん、あやりたいです、うん、あらそうなんですね。ねえ結構こう歌ってる時って、うん、こう身振り手振り大きかったり動きながら歌っちゃうところがあるので、うん、なるほど楽器、うん、どうなんですかねできますかね私どうしたらできますか本当ねサイレンジに無茶振りされるとできるようになりますよ2ヶ月でやってこいと2ヶ月でやってこいってそんいや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 、まあ、いやでもね前にギターやったことあるっていうんだったら、ねね、全然できんじゃないですか、ね、あの指の番号振っといてください、うん、あああのねあのタブフで豚の絵が描いてあってギターに豚のシール貼ってみたいなあえそうそういう系な の, あのダメお稽古事みたいな感じですかそのピアノの先生とか、ねうんうん、ギターのねそっからですよなるほど、はい、でもチェチェさんはなんか、はい、ダンサンブルなとかダンス上手いイメージがあるんでその養成所時代とかそうそう某養成所で、ねうんうんうん、なるほどあ同じそのレッスンとか受けられたりとかして俺は劣等生だから、うん、ダンスのレッスンの時は一番後ろの方にいたけど、ええ、成績がいいから前の方にいたようないやそうなんですねだ気づいたらなんか前行っちゃう、うん、あ最初引っ込み思案できるからだよ違いますよ引っ込み思案引っ込み思案でも最初ね後ろにいるんですよだけど、うん気づくとなんかこう前の方に行っちゃってで結構私もタッパーありますんで、ねなんかあーいけないいけないって下がるんですけど気づいたらまたなんかいやでもやっぱこうね前っていう意識がないとねこういうまあアーティストさんとかねこうタレントさんとかってできないですからね加減を知らないっていうところもありますけどねもうでもなんかみんなそのいずれこうギュッてさ固まってドーンって出せればさギュッてドンみたいな、うん、ギュッてドンってギュッドンギュッドンギュッドンみたいなそんな感じですよ、はい、今間違いないですね今伝わりましたかねなんかね私は伝わってますよなるほど、はい、でも結局は、はい、やった稽古が無駄にならず、はい、最後は全て形になるってことですよ、うん、全てにつながるってことですよいや本当そう思いました、じゃあその養成所時代のことで今あこれってすごい生きてるなって思うのとかってありますなんかメンタルメンタルは鍛えられるよねメンタルは半端ないですねあそうなんですねエチュードとか私だって何回も困りましたね、はい、エチュードに関しては、ええ、本当にお芝居の訓練も受けた世代だよねいやそこスタートですもん私なんせそうなんですかへ芝居やりたくってえだったんですよ実はあれえあ、そうなの？そうなの？そうなんです。出だしはそこで原点というかまあそこをきっかけの、うん、まあ必修科目、うん、で歌もやんなきゃいけないダンスもやんなきゃいけない、うん、芝居もやらなきゃいけない、うん、でいろいろまあやっていく中で、うん、まあお芝居のお稽古の時に、うん、この喧嘩をするシーンがあったんですよ。はい、で、はい、その時に先生がなんておっしゃったかってマジになりすぎだからみんな弾いちゃうよっておっしゃったんですよ。私はもうリアルにやればやるだけそれはもういいに越したことはないって思ってやっていたにもかかわらずいやそんなマジでやったなそれチャーミングな女の子だからマジで殴っちゃいけないんじゃないのいや、なんて言ったかっていうと、うん、いや、殴って、まあ、こう、胸ぐら掴んだりして、おい、みたいな感じなんですけど、人を騙すくらいがちょうどいいんだよって。ちょっと、なんか、ね、冗談言ったりとか、あるじゃない？はいはいはい。それくらいの感じがいいのに、なんか、そのマジになろうとしないでって言われた時にもう分かんなくなっちゃったんですよ。うん、なんか僕浜ちゃんの話聞いてたら結構そのリアルさ、ね、感情とかさなんかそういう、なんだろう、うんうん、リアルな方がいいのかななんて思ったりしてたんですけど、いやそれは人によるんで、だから結局どう見てもヤクザモンに見えるようなおっちゃんとチャーミングなチャーミングなレイディーはやっぱちょっと可愛くないとさ、まあ、そうですねそうですね、それはあるかもしれないですね違うかどうよみたいなそうそう、まあでもそうなんだ、そういうのがあってちょっと演技に対して結構迷いというか出てきた、来ている時に、まあ同時にやっていた音楽が楽しくなってきてしまったわけなんですね。なるほど、そうなんです。面
音楽が楽しくなっちゃいましたが。楽しくなっちゃいまして。なるほど。で、某、ね、養成所では、うん、トップではなかったかもしれないけど四天王ぐらいの、いや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 、そういうイメージっすよ。そんなことは、そんなことはちょっぴしだけでしょ。いや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 、もう引っ込み思案でなんせでも前出るみたいな、ね、いや大きいから、でも前出るから、でも前出るし、前出るし大きいし、そうそう、四天王ですか、四天王な感じでしたよ。なんか養成所閉めてたわけですね。いやいやいや、かっこイメージです、かっこイメージですなるほど、花があったってことですよ。なるほどなるほど、うん、そうなんですね、まあ、それだけ目立ってたわけですねやっぱりね。うん、どうなんですかね、まあ、でもやっぱり、うん、適材適所っていうのもあるし、うん、あとやっぱり人を引きつけるっていうのはそれが才能だから、魅力、うん、なるほど、目が行くっていうのは才能だからさ、 そうですよね、まあ、それがあったという、まあそれが四天王だったっていうことですよねやっぱねそこですかやっぱり、そうですよ、やっぱりもう四天王って、いや表現の仕方、俺がなんか結局 V シネマっぽく言っちゃうんだよねそう、まあそうするとなんか構想が始まりそうですけど、ね、いやいや、ね、ほな仲良くみんなで歌のレッスンとかダンスのレッスンとかしてるんですよ。なるほどなるほど。まあでね、ちょっとまあそんなチェチェさんなんですけどはいまあもう一曲ぐらいちょっと曲を聴きたいなと思うんですけど、はい、じゃあ曲の方紹介を、はい、よろしいですか。はい、では、イエイイエ、あ、間違えちゃった、自分の曲自分で間違えました、ね、ごめんなさい、はい、イエイエイエと、はい、同時に配信しております。もう一曲はバラード、聴いてください、君だけが。日々が目覚められないまま、忘れようと何度も違う恋を繰り返し、優しさに触れたけど君に愛を求めた、はい、というわけです。今お聞きいただいているのはチェチェさんで、チェチェさん、チェチェで君だけがという曲なんですけれども、はい、この曲、まあすごいね、さっき言った打って変わってまたバラードでしっとりとした感じだと思うんですけど、いいね、はい、うん、ね、ありがとうございます。これはどういう経緯というかで作った曲なんですか。そうですね、まあ恋愛相談をね受けて、なるほど、で、うん、なるほどなるほどと、うんうん、で私もさーとか、うんうんうん、こういうことがあってさーとか、うん、で一緒に話していくうちに、あ、ちょっとこういう曲作りたいなっていうのがあって、うん、でまあ誰しもが思う、うん、誰しもが思うこの切ない女心だったりとか、うん、なるほどね、そうっていうのを曲にして、はははなるほど、その人からネタをいただいたわけですね。そういうことで、リアルな世界観ってことですね。ええ、このじゃあね、ぜひその、ね、いただいたくれた方にもね友達にもね、いや本当ですよ聞いたんです、聞いてもらいました。どうなんですか、聞くわって言ってたんですけど、どうやって撮ったらいいんだろうって言ってそのままになっちゃったんでなるほど、それぞれのライブとね、ダウンロードとね、そうですね、はい、でもしくはこのね番組聞いてくれてたらね、いやもう、ね、はい、はい、もう誰しもがね、もう、はい、女性と限らず男性もきっと共感できる部分ってあると思うんで、はい、ぜひダウンロードして
私とお酒を飲みながら語ってるような気持ちにね、浸っていただければと。なるほどね。そんなチェチェさんのライブ告知が、はい、あ、はい、あります。今月は11月の、10日です、池袋ミスマッチで、所属している事務所 の主催イベントなんですけど、はい、TD マーケットという、イベントに出させていただくことが決まっております。おお、はい、これ明日ですね。そうですね。おあとは、はい、11月の25日渋谷のグラッドで、こちらは、まあ、クラブイベントって感じですかね。はい、A&K プレゼンツトラストユアセルフボリューム1、こちらでライブも盛りだくさんってことですね。そうですね、今月は、まあ、2回あと残り、はい、はい、ございます。今後もそれ以外にもライブとかってやっていくんですか、ね、あ、もちろんです。そういう情報とかってどこで手に入れたらいいんですか。はい、そちらですね、はい、ブログやっております、はい、アメーバブログ、チェチェは外泊中で検索していただければすぐ、はい、はい、検索項目でチェチェは外泊中です。皆さんよろしくお願いします。外泊中ってとこポイントなんですね、これね。外泊中なんですね、きっと。なるほどね、はい、というわけでぜひぜひチェックしてみてください。お願いします。というわけですね、今週はシンガーソングライターのチェチェさんをお迎えしてお送りいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来ます。はいはい、はい、やっぱりチャーミングだね。そうですね、まあ本当、あの浜ちゃんの、ね、仲間というのは意外と幅広いんだなと思いましたね。幅広いよ。じゃあもう一回来てもらおうか。そうですね。チェチェ呼びましたか。意外とクールに来ましたね。クールじゃないかな、ね、もう一回さ、ライブの告知だけしておきましょうか。はい、じゃあもう一度言わせていただきます。この曲いいですね。なんて曲ですか、これ。浜田すぐるの、はい、俺には仲間と歌がある。これなんかの旅番組とかで流したい感じですね。旅番組企画しましょうよ。旅番組ね、いいっすね。ね、旅に出て美味しいもん食うわけですよね。ね、婚欲、婚欲やるんですか。いいっすか。いいっすか。すいません、ちょっとそういうとこあるんで。はい、はい、いや、そういうとこあるんで、素敵だと思います。はい、あ、じゃあ告知を、はい、告知お願いします、はい、11月10日池袋ミスマッチで、所属している事務所の、主催イベントです。TD マーケットで、こちらに鳥で出ますので、ちょっと時間は遅い目かな、21時9時夜の9時くらいから出演します。で、あと11月の25日渋谷グラッド、はい、A&K プレゼンツトラストユアセルフ、こちらも、はい、ぜひぜひチェックをお願いいたします。よろしく頼むぜ。レンズフィルムプレゼンツ浜田すぐるの俺には仲間と歌がある。この番組は毎週土曜国立 FM 88.8 メガヘルツで聞くことができるほか、国立 FM オフィシャルサイトからも配信しています。詳しくは www.kunitachifm.com をご覧ください。番組へのリクエスト、お便りなども随時募集しています。宛先は info@kunitachifm.com。 浜田すぐるの俺には仲間と歌があるまでたくさんのメールをお待ちしています。では今週もビクトリー。それではここで番組よりお知らせがあります。チェチェさんのサイン入り生写真を抽選で2名の方にプレゼントいたします。住所、氏名、電話番号、ご希望の商品を明記の上、浜田すぐるの俺には仲間と歌があるプレゼント係までご応募ください。宛先は郵便番号 186-0004 東京都国立市中 1-10-22 天神ビル3階国立 FM。 メールアドレスは info@kunitachifm.com まで。たくさんのご応募をお待ちしております。なお、当選者の発表は
商品の発送をもって返させていただきます。